マネキン高校生の頃深夜に友達のお兄さんが運転の車で心霊スポットで有名な某トンネルに行った青い看板でわざわざ立ち入り禁止になってる方向に行くとそこはあって私たちはその情報しか知らず道中普通にトンネルがあったんだけど 全然マガマガしくなくて綺麗なトンネルだったから、このトンネルじゃないよなとか言いながら、普通に目的のトンネルを通り過ぎていた。ちなみにこれは後日調べてわかった。当然ながら走っても走ってもトンネルが出てこないもんだから、トンネル探しは諦めて車から降りて散策しようってことになって、 山道を歩くことにした。で、結局何もなくて車へ戻る帰り道に、ふと橋に止まっていた行き車両に懐中電灯を当てたら中に人がいて目が合った。思わず、ギャーって叫ぶ私。ビビってどうしたのか聞いてくる周りの人。 事情を説明すると運転手の友達のお兄さんが俺が見てくるって懐中電灯片手に車に近づいたそしたらそれは多分誰かのいたずらだったのかただのマネキンで丁寧にも車の後ろのガラスに正面を向いて持たれるように置かれていて照らした私と目があったというオチだった をほっとしつつ友達がカメラ持ってきていたことに気づいて「これ事情知らない人が見たら心霊写真になるんじゃないか」とみなで行き車両をバックにマネキンも映るように記念撮影をした後日現像した写真ができたのでみなで見ていた時に嫌なことに気がついてしまったあの時撮った 写真のマネキンが私たちと同じ方向を向いていた。